宮崎明4月19日から1992年4月17日は、昭和、平成期の企業経営者、朝日火星中高の祖と呼ばれた、君一等随法賞受賞、没後受産密造、あずま町名誉町民を呼び、延岡市名,市名誉市民、長崎県南高木郡山田村出身、長崎県立島原中学校に入学、同中学時代は、 市内の総当州のゼンデラハレクモデラで5年間寄宿生活を送った。第5高等学校を経て、東京帝国大学法学部英法科卒業後、日本窒素肥料に入社。朝日ベンベルグ県市に配属となる。総務課長、東京事務所長を経て38歳で、取締役に専任。ノベオカの工場における労働葬儀の解決に尽力し、その手腕が認められることとなった。 1961年7月に片岡武志治社長が振動で倒れ、7人の先輩役員を抜いて、末席専務から52歳で社長に就任した。社長在任時には、ダボハゼ経営、イモズル式経営と呼ばれる、積極果敢な多角化に乗り出したほか、日米繊維交渉では、日本科学繊維協会会長として、業界側代表として、 クスオ吉ツ通産省の現場らと連携した。1985年6月から死去するまで、同社代表取締役会長。この間、1981年から1983年まで、第二次臨時行政調査会委員を務めた。1992年4月17日、国内出張中に急成。去年82、宮崎の死去後、会長職は、 山口忍が引き継いだ。ありがとうございます。